窓 OK、 窓 OK、 コンセント OK、 エアコン OK、 行ってきます。大阪出張初日の仕事を終えてホテルにチェックインしました。今回もね結構遅くなっちゃいました。今ね10時ですね。でこんな夜遅い時間にご飯を食べると太るというのは分かりつつも全く食べないのは嫌なので、コンビニでこちらの大きいサラダと、これ初めて食べます、豆腐バーと、あと汁物としてほうれん草と卵のスープを買ってきました。いつも大阪の出張は職場での食事の支給がない代わりにホテルの朝ごはんをつけてもらっていたんですが、今回は朝ごはん付きのプランじゃないですって言われてしまって、朝昼晩と自腹になってしまいました。経済的にはちょっときついんですけれども、まあ、今せっかくダイエット中なので朝食付きですと朝食バイキングでいっぱい食べちゃうので、まあ、ダイエットのために逆に良かったんじゃないかなと前向きに捉えるようにしました。では夜ご飯を今からいただきますが、飲みます。じゃーん、炭酸水です。今回はお酒も控えようと思って炭酸水にしました。ダイエット本に甘いものよりもお酒の方が良くないって書いてあったんですよね。では皆さん乾杯。あーシュワシュワ、これでチューハイを飲んでいる気分を味わいます。おはようございます。出張2日目の朝です。コンビニに行って朝ごはんを買ってきました。本当はもち麦ご飯がいいんですが売っていないので、はい、こちら塩むすび、目玉焼きも売っていないので、はい、だし巻き卵、続いてヨーグルト、そして最後にパイナップル、こちらを購入してきました。一応これもダイエット本に沿って自分なりにこう似たような感じのものをコンビニで探して購入しました。では朝ごはんを食べて今日も一日お仕事頑張ります。出張2日目の仕事を終えて今ホテルに戻ってきました。今から夜ご飯ですが、今日行ったコンビニはあまり品揃えが良くなくて、もう一瞬出て違うコンビニに行こうかなと思ったんですが、もうカゴも持ってしまっていたので限られた品物の中から選んだものは、はい、こちらです。焼きつくねのニンニク豚骨醤油鍋。一見ね、わー油いっぱいカロリー高そうだなと思ったんですが、カロリー見たら343だったので、まあそんなには高くないかなということでこちらにしました。もうすでにねすんごいニンニクの香りがします。オープン、わー、大きいつくねが入ってますね。餃子も入ってます。はい、それでは今日も炭酸水です。まん延防止だと私が仕事が終わる時間帯はもうお酒の提供もしてないですし、ほとんどのお店がもう閉まっているので9時ぐらいに仕事が終わるので、まあ逆に駅から歩いていても誘惑がないのがいいなって思いました。今日もねちょっと飲みたいなとも思ったんですけれども、
どこもねお店がやっていなかったので結局コンビニにしたので、まあ、その点はダイエット中である私にとってはいいことですよね。ではいただきます。炭酸水も侮れません。おはようございます。出張3日目の朝ごはんです。今日の朝ごはんはもう昨日のうちにコンビニで買いました。まずこちら鮭ハラミ、そして切れてる厚焼き卵、続いてオイコスになります。今から朝ごはんを食べて、今日がホテルのチェックアウトなので荷物をまとめて仕事頑張ってきます。